東山都市駅は、東京都東山都市桜が丘一丁目にある、西武鉄道廃島線の駅である。駅番号は、SS32。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。2020年度の1日平均乗降人員は18,620人で、あり、西武鉄道全92駅中43位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、 下記の通り。駅名が示す通り、当駅の所在地は東山都市であるが、実際は市の南端にあり、駅の南側は古代らしい駅となっている。駅高架化に伴い、駅北側にバス乗り場やタクシー乗り場のあるロータリーと駅前広場がある。当駅から多摩川上水駅にかけての区間の北側は、東京都立東山和南公園などが整備されている。 ビッグボックス東山と地図中期な着物は西部バスにより運行される。開業当時は大梅橋駅と称した。この由来は1655年に玉川上水の支流である伸び止め用水を駅脇の大梅街道が横断する際に架けられた橋の名である。大梅橋は1963年に伸び止め用水が駅付近において暗渠化されたため現存しないが、 青梅橋交差点として名前が残っている。また、交差点の近辺には、青梅橋公園、青梅京東公園、青梅橋委員など橋の名を冠した施設も存在している。1979年に駅名が変更されるが、これは、青梅に行く人が間違えて、当駅で降りることがたびたびあり、当時の東山都市長が西武鉄道に駅名変更を打診したことで実現した。 その際、市長は当初、東大和駅を提案したが、大和と読む駅名は全国各地に存在するため、西武鉄道は難色を示し、最終的には市長が駅名に、詩をつけることを提案して決着した。ありがとうございます。